皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年10月3日、12時17分、一度撮影したところなんですけども、もう一度ちょっと撮影しに行ってみますね。今なんかもう行かなくていいかなとか思ったんですけども、天皇ダムの方がいいかなと思ったんですけども、まあこちらの、石井ダムとカラスガラの水源地、どうしようかな。こちらはその隣のこの天皇ダムもね、見えますかね。天皇ダムピンと合うかな、合わないかな。天の神様の天と王と書いて、まあ天王ダムか、まあ何かそういう名称だったと思います。この河川が、まあこのダムからの河川が、まあ港川の方に、つながるんですけども、まあその港川が昔河川の氾濫があったのは、大雨の時に石井ダムというダムがなかったんですよ。で、この下の、カラスガラの水源地で水が溢れたんだと思います。ここの上の方のところ撮影しに行ってますけども、開門する門があるんですね。そこを多分開けて水を大雨の時なのに流し始めた。それによって、港川の、カーブがあるんですよ。港川のところで。東山商店街のあたり。あのあたりのカーブのところで、まあ、少し手前なんですけども、まあ、水が、壁面に当たって、溢れ返ったと。まあ、こういうことになります。で、上に石井ダムができた以上、大丈夫なんです。こちらの方から、この上の方から、流れてくる河川に、ここにダムが出来上がって、ここからの水がカラスガラの水源地に流れてるんです。ですので、ここを調整すれば良いだけなので、どうしようかな。この説明でももう以前撮影した内容でわかるはずなんですけども、まあ、三尾ダムの方を頑張って行ってみようかなと思います。そこね、下山するとき、道危ないんですよ。歩道らしい歩道がないので、車に轢かれたらどうしようの方ですね。まあ、頑張って行ってみます。できれば、ついでに、まあ、神戸市中央区大倉山体育館というところがあるのに、大倉山文化ホールの前に、港川神社の北側に、なのにバスケットボールの体育館を作ろうとしてるらしいですけども、港の方でちょっとね、そこも現場を抑えに行きたいなとは思ってますけども、三尾ダム止まりになるかもしれません、まあ、この辺りのね、駅で降りて、あとは歩いてずっと撮影して、下山するような形ですんで、まあ、その後、まあ、父親の家寄ったりだとか、まあ、様子見に、まあ、ちょっとそういう状況ですんで、全部が全部今日一日で撮影できるかどうかは分かりません。以上です。こちら、すずらん台、東口という表札が見える、まあ、有馬街道のところです。まあ、こちらが三能ダムの上流の方なんですけども、まあ、こちらから、三能ダムの方へ向かっていきたいと思います。先ほど撮影したところがあちらの地点なんですけども、まあ、あちらの方にもう置くとして、その間なんですけども、だいぶ、木が生い茂ってるのと、あとあちらのサイドは石垣とか全然組んでないので、そこに転がってる石とかあるんで、その辺のところをうまく加工して、まあ積み上げたらいいと思います。すぐそこまであるんですよ。すぐそこまであるんですけども、あの高さまではいらないです。あの高さの7分目ぐらいまででいいんで、まあ向こうの方だけ、いや、あの高さに合わせての7分目でも向こうの方まで、作っていただけたらいいと思います。まあ、だいぶ切らなきゃならない木とかあると、まあ、あと不法投棄されてるゴミとかがということですね。あと河川の底自体が、多分コンクリートの補修が必要になってくると思います。やっぱり水の中が土なので水抜けていってると思います。先ほどの河川が向こう側なんですけども、指さしてるあの辺りのところで、水門を設置で、これが三能ダムなんですよ。あんまり普段水、貯水していません。向こうのトンネルの横を通れるので、
その横を通りながら、撮影進めていきたいと思います。こちらは三尾ダムなんですけども、三尾ダムに、サイドから、流れてくる河川を発見しました。まあこの辺りなんですけどね、木、しっかり、伐採してもらったらいいと思います。弱ってる木は、かまど発電、まあこの辺りだったら神戸工業高校ですかね、北スズラン台かスズラン台の駅から乗車してくる高校、まあ六甲山の方の入り口のところの方の高校ですね。まあ野球部は確かあったと思います。斧もしくはノコギリ、やっぱりまあ斧もあった方がいいと思いますよ。最後切った後枝とか斧でまあ一振りで切り落としていった方がやっぱり早いですから、効率で考えると。で、私が考えているのは、あちらの方がまあ山王ダムで、まあちょっともう山王ダムがどの辺か分かりにくくなってきてると思うんですが、実際のところ、橋が見えますよね、あちらの橋。あちらの方が、先ほど撮影していた山王ダムの、校舎の方が見えやすいかな。向こうなんですよね。で、出口のところを石井ダムみたいに水をせき止めて、まあ、この辺りのところに、それなりの水を大雨の時には一気に貯水できるように、しておきたいっていうところですね。まあ、木とかある程度切っといて、高さは橋よりも下の水位までで考えてもらったら十分かと思います。で、ここから先が、港川まで、だいぶ、傾斜があるんですよ。まあ、歩きながらの撮影で理解していただけるかと思うんですが、ちょっとね、またそこまで行ったら説明します。その前にね、ダムの、ここ、なんか道がありますね。切り切りに行くとき、便利な道かもしれないですね。この両サイドとかも木、ね、倒木とか落ちてるか、かまど発電用とか、簡単にこの道のところで採取できるので、浄水所かな、三野ダム管理所と書いてますね。浄水所とは書いてないですね。向こうがもう、まあ、ダムなんですけども、ちょっと見えますかね。ちょっとこの角度からだったら見えないんで、何とも言えないですね。浄水場あるのかなっていう、その先ほどまで河川見たところ、なんとなく浄水機能あるのかな、水の量からしてって、正直皆さん思いますよね。なんかこう、川が普通に流れてるぐらいの感覚しかないでしょう。あ、なんか書いてますね。まあ、計画排水とかそういうふうなことだけで、飲み水としては使ってないのかな。これがね、三尾ダムの実態なんで、まあ、あちらも何か道ありますね。まあだんだんこう土砂が堆積してきて、まあその状況がほったらかしになってるような状態で、でああいうふうに浮きとかを置いといて、まあもしまあ木が流れてきたら、まあ大した量の水は流れないと思いますんで、上流からの撮影してますから皆さんわかるかと思いますけど、これね、ここからさ傾斜がすごいんでね、斜めの地下水流トンネル発電とか作れたらいいなと。まあ短期的なものでも、短期的というかこう箇所箇所でね、その一箇所一箇所、例えばあちらからその下の方とか、向こうのだ、そこはそこだと高さがあんまりないか、あちらの橋の高さに合わせればいいから、ぐらい合わせればいいから、やっぱりこの辺に石ダムみたいな形で、城壁を多分ね、ここからすると幅広がっちゃうから、もうあの辺りでいいと思うんです。あの辺りで
ちょっとした城壁みたいな形で、その奥のところでね、あの水を貯水しておけるような形がいいんじゃないかなと思います。で、こちら行ってもね、多分行き止まりだと思うんですよ。下を降りていく、ああいう風な階段とかがあるだけで、あ、ここから見たらこんな形ですね。なんか城壁はあるんですよ。ごめんなさい。城壁はこの地面のあの自分の足元の下にありました。ありましたので、そこをどう加工するかですね。あ、高さがこれぐらいあるので、水さえ溜めてしまえば昼間ああいう風に垂れ流しするぐらいだったらちょろちょろですけども、完全にせき止めて水を溜めておくことの方が重要ですね。で、太陽光パネルがいろいろ普及した時に、その夕方から、発電量が足らないと、そこを、各河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電で補うと、まあ、こういうような考え方ですね。こちらの道から確か向こうの道路の方に行けたと思うんで、ちょっと行ってみます。ちょっと行ってみたんですけども、無理でした。行き止まりになってました。引き返してトンネルの中歩いていきます。あちらが三王ダムです。で、こちらの看板、この道は通れません。で、こちらのトンネルを通って出てきました。あちらの、先ほど撮影したのが、あちらの橋の上です。だから、まあ、ダムで本当は水を溜めておいて、水をある程度のところまで溜めて、で、縦型の、まあ、角度70度ぐらいの地下水流トンネル発電、発電機を、何個も設置すると。で、正直もう1メートル ×1 メートルぐらいでいいと思いますよ。それを、まあ、間に何機も置いていくと。まあ、そういうふうな形で、設置すると。で、ここから先をまた同じような形式にすると。先ほどの撮影の続きなんですけども、この橋を目印ぐらいにして、その辺りでダム化して、で、そこから先はストレートに、まあ、なんとかまっすぐにさえ作ってもらえたらいいですから、まあ、多分あの辺りが最終地点になると思いますけども、まっすぐの、角度はまあ20度か10度ぐらいの地下水流トンネル発電、とりあえずある程度の傾斜20度ぐらいは多分取れると思うんで、そこに貯水しておけば、まあそこは 1×1 じゃなくてもいいかもしれませんけども、まあそれで河口ですね、河川の底、まああの辺りまで。次、人間を渡れそうなところの橋のところまで行きます。この辺ちょっと道路危険なんで、あんまり撮影先ある程度のところまで行かないとできないです。先ほど撮影したところから少し下流に行きました。まあここは橋のところなんですけども、なぜ先ほどのカーブのところまでいいと言ったかと言いますと、もうこの辺直角になってるんですよね。で、またここから先のところの先で、まあ、水をある程度ダム式に溜めといて、で、また同じようにストレートにできそうな地点を探して、ストレートの、地下水流トンネル発電を作ると、まあ、そういうような形ですね。この辺はそういう形式です。もうちょっと撮影してみます。まあ、先ほど撮影していたところですけども、あちらの方でダム化して、この辺りならストレートに作れそうなんで、急斜、角度もつけれそうなので、まあ、あの辺りですね、ダムを設置して、で、そこでストレート、20度ぐらいで、できるだけストレートで撮ると。あちらが撮影していた地点なんですけども、まあ、そこの部分がこうカーブになっているところなんで、その辺りのところで、まあ、ダム平行に作ってもらって、ここがちょっとストレートなので、ストレートに、回転扉式の、まあ、地下水流トンネル発電を作ると。で、そこはカーブなので、そこは出口で、またその先でダムを作るような形ですね。まあ、この辺まで来るとミニダムですね。ちょっと行ってみます。下ってきました。有馬街道という標識があって、信号のある交差点、こちらの方の橋のところから
河川水門開閉式ダム発電ですね。あちらの方はあの民家が並んでるので、まあ今でも人が住んでらっしゃるのかどうかわからないんですけども、まあ、この辺りからはまあそういうふうな形式で、まあ、どちらにしてもそこから、まあ、この辺に門を作って、まあここから向こうの上流のある程度のところまで、まあ、水を貯めると、そういうような形ですね。まあ、貯める距離として100から200ぐらいでしょうね。で、ここから先は角度があるんで、ここをどう加工するかなんですよ。道路が向こうで、まあ、こちらも道路なんですけども、旧道でほぼ使われてないので、うまくね、こちらから先がこういう風な傾斜で、これはまた左に曲がるんですよ。だからできるだけストレートの地下水流トンネル発電を、いやここはね、もう開門するような形に、大雨が降った時、両サイド、さすがにここまで来ると山の山間部の両方からあの大雨が流れ込んでくる可能性があるんで、大した量の水の量だから、そこはあの開門できるような形にしておいておいた方がいいです。だから貯水と開門をうまくできるような形にしておいた方がいい。あの辺りで限界かな。そこでカーブだから。だからまあ定規引くような形でこういう風な形ですね。で、ここからはちょっと待ってくださいね。一旦撮影やめます。これね、すぐ撮影再開したところなんですけども、ああいう風にこう滝になってるあの辺り、分かりますかね。で、角度がかなりあるんで、どうしたらいいかな。あの辺りのところからこう角度70度か60度ぐらいで、まあそこの急なところの落差、そこから短距離の、ものを作りたいところですね。晴れてる日でもあれぐらいの水が流れてるから 1×1、 まあ大雨のこと気にするんなら、まあ3×3 ぐらいの大きさになるでしょうね。一応その何て言うんですかね、斜めの回転扉のその地下水流トンネル型のその回転扉のところに流れ込んでいく水の両サイドから結局それ以上の水は河川に流れ込んでいくんで、そこは大丈夫なんですよ。だから普段の水の時に合わせて 3×3 にするか、 2m×2m にするのかをそのちょっと考えてたんですよ。とにかく太陽光パネルは夕方までしか発電できないですから、そこから回転扉を使って、地下水流トンネル発電を使ってですから、だから上の方に水さえ溜めておけば、順番に流していって全部稼働しますから、回転扉は結構な発電量は出てくるはずなんですよ。だから20時ぐらいまで発電できてくれたらとにかく大丈夫。あとは原発が夜の分補ってくれるんで、まあだから原発がなくなった時、そのから先のじゃあ人類はどうなるのっていうことを考えては行かなきゃならないんですけども、でそこから先はだいぶ平地が続くので、まあ次どこかの橋のあたりのところで、まあダムを作る、回転扉式の河川水門開閉式ダム発電を作るような形になってきますね。だこのあたりは貯水しておくところですね。もうちょっと下まで行ってみます。
あちらは上流のところなんですけども、少し歩いてきたところにこういう、地点があります、高座砂防ダムと書かれてますね、あちらの右、あちらの標識にですね。でここのところを、穴掘ってちょうどあのくぼんできてるところありますよね。あちらから、今度は地下水流トンネル発電、まあ、角度70度ぐらいのものを作ると、まあ正面から見たらこういうふうな形ですね。で先ほど左手の方に石がありましたけど、ダムの両サイドあの高さに合わせてもう封鎖してもらって、地下水流トンネル発電にしてもらったらいいです。その上、余白が、20センチほどあって、上、排水量を上回る水があったとしてもその上から、乗り越えていくような、形になりますから、20センチほど余白あります。大丈夫です。仮にちょっとこの辺に流れてきたとしてもまだここの、あの川に流れ込んでいくだけです。大丈夫です。もう埋めてもらったらいいです。まあなんせそこの、あの角度を、上手に活用して力に変えたいっていう発想ですね。ではもう少し下流行きます。まあちょっとあの下流に来ました。橋があります。またああいう地点がありますので、同じように、まあ 3×3、 まあ要するにそれだと羽の、扉のところが、片っぽの羽のところが1.4 ぐらいですね。縦横 1.4 ずつぐらいなので、まあ1回貯水した後を考えたらそれぐらいでちょうどいいと思うんですけどね。大雨の時でもそれだけあったらもう十分だと思いますよ。どうせまた川に流れていきますから、まあ、こういう時はどうせという言葉の方が的確に当てはまってると思います。あとはもうちょっと下の方のところであるかどうかですね。もうちょっと先行ってみます。まあこの辺なんかは川の流れで石とかが流れ込んでくるんで徐々に削れて、やっぱりこういう風な形状になるんですよ。中央のところだけ削れていくと、ああいう風な形になります。次、下流、この橋が、まあ、目印ですね。周りの景色はこういう風なところです。第一平野橋と書かれてますね、あちらの方が。で、まあ、ここから先ほどの撮影したところまでが貯水槽という形で、まあ、こちらに、回転扉式河川水門開閉式ダム発電を置くと。ここは 1×1 と 3×3、 高さは5メートルあるかな。高さ5メートルあったら 5×5 も一応置いておきましょう。 5×5 置いておけば大雨の時は 5×5 の回転扉が回るような形になるかと思います。ここから先ある程度は角度があるんで、また先に回転扉式の、河川水門の方ですね、それが必要になっていきます。その先まで行ってみます。一旦下流まで来てるんですけども、こういう風に、まあ、今まで撮影してきた地点で河川の中にあの木がいっぱい生えてますんで、まあ、全て伐採です。かまど発電に使うか木材に使うかのどちらかですね。もうちょっと先まで、行ってから、次どこに河川水門開閉式ダム発電を設置するか、述べます。次、天王砂防ダムということで、こういう標識が出ているところです。まあ道路、こういう風なところですね。こちらも、まあ上の方まで、このまま、横詰めてもらって、大丈夫かとは思います。その上を、まあ地下水流トンネル発電の方で、角度70度ぐらいのもので、まあ、80度を出せたら80度でもいいんですけども、まあ、そこをもう完全に締めてしまうような形ですね。石垣で組んでもらってもいいかと思います。ただそこのその配電盤のところが気になりますね。それ水に浸かって危ないんだったら高さある程度までにしておかなきゃならないでしょうから、
から本当はこの配電盤とかの方をもっと上の方に持ってきてほしいっていうのは本音ですね。それぐらいの高さまであったら上の方まで水貯水できますんで、だからまあここだと10メートルぐらいの、まあ、角度80度ぐらいの河川、まあ、まあ地下水流トンネル発電が作れそうですね。10はありそうですね。15ぐらいあるかもしれないですね。でやっぱり多分いろんなところ砂の地点があるから、下そこ一回コンクリート化しなきゃダメだと思いますよ。河川水門開閉のその扉の方のもので一回扉閉めてしまえば、ああいう風にいろんなところから水出てるから、水が抜けてるんだと思いますよ。結局上の方から水流れてないでしょ。この辺りで、あとはもうちょっと待ってくださいね。その先もあれは違うかな。そうですね、あのポイントでですね、ちょっともう少し先まで見に行ってみます。まあこの辺りとかもこう歩いていて、まああちら倒木があったりとか、まあ木がたくさんあります。で次の河川水門開閉式ダム発電を設置する場所、まあポイントを探してるんですけども、あちらこの水道の通り道のところ、これ目印にした方がいいかなと。でできればここは竹林か、まあこの辺りも全部伐採するような形になりますね。上の方まで貯水槽になります。まあ距離にしてもあまりないですよ。500メートルもないですから。で角度がここがあるのかな。そう、ここで、水門を、水門作らなくてもいいか。工事だけでいいか。工事だけでいいですね。この場所で、ここをね、水門2つ作りましょう。1×1 と、3×3 の2つ。通常時は、1×1 を使用するような形で、で雨降って水の量が多いときは 3×3 を使用する、もしくは両方大雨のときは使用する、こういうケースでいきましょう。まあ、角度70度ぐらいか80度ぐらいで作れると思います。で、まあ5メートルぐらいの、長さの、地下水流トンネル発電、下は水が抜けていきやすいようにしておかなかったら回転力生まないんで、ギア比で上げていきたいんで、まあ、回転扉の枚数は考えていただいて、まあ、出てくるその出口のところが地面すれすれはやめましょう。ちょっと空間作っておくように。まあ次またさ、次の地点、行きます。あちらから、下ってきました。次のポイントはあちらですね。まあこちら天王谷というバス停が目印で、ちょっとね向こうもう少し、下の方行ってみないとちょっと分かりにくいんですけども、けどもうするべきことは大体同じですよ。まあ高さ、まあ一番上まで行くと、まあ向こうの方にもう人いらっしゃらないとは思うんですけど、民家がまあちょっと河川の底、まあ、そこというかちょっと段上がったところにあるんですけども、まあそこの人がいらっしゃるかどうかによってそこの高さが一番上まで来るかどうかが決まりますね。まあそこから先はまた角度70度か80度の縦型の地下水流トンネル発電という形になります。ちょっともうちょっと下ってみます。まあちょっと下流まで来たんですけども、まあこの山の斜面のこういう風な木とかも木材でもう買ってもらったらいいですよ。いずれの問題ですから、台風などでもう結構高いですから。でここはたまにバスが、何時間かに、通ります。まあその合間を狙ってまあプロの方が木を切って、まあクレーンですぐに回収してもらったらいいと思います。いつかそれしなきゃならないと思いますよ。まあバス最後は
17時30分ぐらいかな、神戸駅発で上がっていくもんは。で、それまでに下り、上りって言ったらいいのかな。普通、まあ、都市部へ行くの、上りって言いますよね。だから、下り、上っていくんだけども、神戸駅の方からあの下りのバスが通過した後、カットしたらいいんだと思いますよ。先ほどのところから100メートルぐらい下ってきたんですけども、見えないですね。まあ、言葉、喋ってる言葉の内容で、まあ、作っていただいたら結構かと思います。で、まあ、この辺りも、木全部伐採ですね。もうちょっと下まで行きます。先ほどの、撮影したところからの、ほぼ縦型の、地下水流トンネル発電を設置した後、次はあの辺りですね。草がだいぶ生えてるんでね、ちょっと分かりづらくなってるんですけども、まあここも砂防ダムということでこういう風な形になってるんですけど、ここも角度つけれそうだと思うんですけどね。あ、つけれますね。もしかしたら配電盤とかがあるから、平野の砂防ダムと書いて、あの配電盤があるから、もしかしたらもう発電機置いてるのかもしれないですね。ただこの作り方じゃ無駄が多すぎますね。全然ダメですね。申し訳ないですけど、まあここもほぼ、まあ高さはあんまりないですけども、まあ角度80度ぐらいの地下水流トンネル発電、まあ2、3メートルといったところのものですね。まあ、あとはもう港川ぐらいだまで、そのままみたいな形になるかな。ここの下もそうかな。ここの下もちょっとありますね。だから同じように、するべきですね。ここは高さ1メートルぐらいですね。また、先まで行ってみます。まあ先ほどの撮影してた点が辺りなんですけども、まあこのままほぼなだらかに港川に合流するような形ですんで、まあこちらも港川といえば港川かもしれないんですが、まあ先ほどの箇所までで、良さそうですね。以上です。